お前がいつも一人なのは知ってた。俺は最初、自分と同じような奴がいるって分かって、安心したんだ。それに、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったんだ。けど、声をかけらんなかったんだってばよ。お前と俺は違いすぎたから。俺っては、本当はお前みたいになりたかったんだ。お前は、俺の憧れだった。